いや、やっとこの日が来たなって感じで待ち遠しかったですけど、まあ、まずは怪我なく、はい、あとはまあ初日から自分の持ち味をいっぱいアピールできればなと思います。おはようございます。意気込みお願いします。頑張ります。頑張ります。お願いします。おはようございます。どうぞ。ってことだけ。はい、非常にワクワクしてます。頑張ります。しっかりブルペンでいい球投げてアピールしたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、まあ、実戦が今日からあるんで、まあ、しっかり準備はできてるっていうところを見せられたらいいかなと思います。頑張ってください。まあ、なんとか、チームの優勝の一員になれるように、そのための準備期間としてアピールしながらも、1ヶ月精一杯やっていきたいと思います。お願いします。まあ、初日なんで、まあ、しっかり元気なところをファンの皆さんに見せたいなと思います。おはようございます。そうですね、スタートから、アピールして頑張っていきます。お願いします。お願いします。緊張してます。はい、そうですね、もう僕はもうとにかく打ちまくるしかないと思ってるんで、もう今日も初球からガンガン振れるように準備はしたいと思います。シュまあ初日から紅白戦なんで、まあ、しっかりそうですね、最初からいいスタート切れるように、はい、アピールしていきたいなと思います。キャンプ初日ね、ちょっといつもと違う2月1日迎えてね、ピリッと引き締まってますんで頑張ります。お願いします。おはようございます。一言だけ忘れ物後ほどお願いします。おはようございます。ありがとうございます。まあ初日から実戦あるんで、まあ多分投げると思うんで、まあ、一生懸命頑張りたいなと思います。キャンプ序盤の方はまず変化球もそんなに投げれないと思うんで、まっすぐでどんどん押して、まあ、自分の持ち味出していけたらいいなと思います。頑張ってください。はい、頑張ります。まずは結果でアピールできるように常に準備するのと、去年はちょっと怪我して最後離脱しちゃったんで、今年はキャンプから怪我なく1年間野球をやり続けれる体っていうのも目指しながらやっていきたいなと思います。今日からスタートですけど頑張ります。おはようございます。一言だけ、はい、今日からキャンプ始まりますけど、はい、意気込みみたいなことを一言いただけますか。まず怪我しないように頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。いきなり寒いっす。まあ、飛躍の年にしたいと思ってるんで、まあ、怪我なく、はい、張り切らずに頑張れていきます。よし、痩せました。だいぶ痩せました、ね。はい、何キロ痩せたんですか。8キロです。絞ってこられてるんですね。これがどう出るかわかんないですけど、頑張ってきます。意気込みですか。はい。何のですか。キャンプの意気込み。あ、キャンプの意気込み。ちょっと久しぶりに緊張しますね。新天地なんで、はい、でも自分らしく頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。おはよ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 うございます。頑張ります。キャンプ練習ですけど、はい、どういったところアピールですか。もう思い切って投げていきたいなと思ってます。おはようございます。一言だけお願いします。新時代スタートです。もう紅白戦もあるんでしっかり全力アピールしたいと思います。お願いします。はい、お願いします。はい、今日からキャンプ場の日ですけど意気込みお願いします。はい、頑張ります。よし、お願いします。よし、まあ去年怪我してしまったので、怪我なくキャンプ終われるように、まあ、あとアピールしっかりしてやっていきたいなと思います。まあ、まずはしっかり怪我しないように、頑張りたいなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ルーキーの気持ちを思い出して、はい、全力で頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。そして開幕投手ですけど、はい、まあ、意気込みみたいなところをできます。そうですね、まあ、本当は焦らずに、はい、怪我しないようにまずそこを大事にして、あとはもう本当やること変わらないんで、しっかり投げて体作り頑張ります。ありがとうございます。はい、まずはしっかり挨拶して野球より生徒を大事にしたいなと思ってます。頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。モーニング、モーニング。今日キャンプ初日ですけども、おはようございます。お願いします。おはようございます。ゆうや、どうですか。これからもずっと執念やってます。
まあ、キャンプ初日って言っても、もう結構みんなこの5日間ぐらいやってたので、もうみんな準備できてると思います。はい、楽しみです。そうですね、やっと始まるなっていう感じなんで、まあ、怪我せず自分のできることをやりたいなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。藤井選手、一言だけ、すみません、お願いします。怪我なく、一日頑張ります。ではもう冬練習してきたことをアピールするだけなんで、まあ、はい、頑張ります。キャンプ初日ですけども、はい、意気込みをお願いします。そうですね、まあ、初日から紅白戦あるんで、まあ、それに合わせてしっかり準備してきたので、まあ、今できることをしっかりやれたらと思います。頑張ってください。ありがとうございます。おはようございます。すいません、一言だけお願いします。一言。はい。